引っ越しセンターです。今日は引っ越して使うトラックをご紹介していきます。まずは2トントラックから見ていきましょう。はい、こちら引っ越しで使う小さめのトラックなんですけども、実際に見ると結構大きいですね。よし、それでは中を見ていきましょう。じゃーん、こちらはですね、3畳分ぐらいの大きさのトラックになります。だいたい単身の方向けに、引っ越しトラックとして使わせていただいております。それでは中に入ってみましょう。よいしょ。はい、こちらが2トントラックの荷室です。はい、身長157センチの私が手を伸ばしても届かないくらい十分な高さがありますね。幅は私が寝転んでも20センチ以上はスペースが余っています。奥行きの長さは私の身長では比較になりませんね。扉を開けたまま作業をするときはこのようにストッパーで固定できるようになっているので、荷物の積み下ろし作業が安全にできます。駐車スペースによっては扉を大きく開けることができない場所もあります。そんな時にはこのように扉をまっすぐ開けた状態で固定することもできるんです。これだとトラックの幅ギリギリのスペースでも安全に作業ができます。のトラックより一回りぐらい大きいですよね。こちらのトラックにはパワーゲートがついています。それでは動かしていきましょう。お願いします。パワーゲートというのは昇降機のことですね。重たい荷物を荷室まで持ち上げるのはとても大変。そんな時にこのパワーゲートが活躍します。このように重たい荷物をゲートに乗せて持ち上げるだけ。ゲートが荷室と同じ高さまで上がるので、そのままスライドさせて踏み込むことができるんです。こちらのパワーゲート、なんと1トンまで持ち上げることができます。6畳分のスペースとなっています。先ほど紹介させていただいた2トントラックの約2倍、高さも少し高くなってますね。こちらの荷室にはお客様のお荷物が傷つかないような工夫がされています。このように荷室の壁面にシートが貼られているので衝撃を吸収しやすくなっています。そしてこちら4トントラックです。よいしょ。やっぱり目線もすごい高いですし、中もすごく広いです。